熱帯島カは、一般にヤブカとも呼ばれる、ヤブカ族の吸血性の蚊の一種。吸血する際の唾液で、黄熱、デング熱、自家熱などの感染症を媒介する。羽根約3ミリメートル。黒褐色で、中強世中央に2本の縦筋があり、側方には、前方で丸く湾曲する明瞭な銀白色村を持つ。マカ類のうち熱帯マカは、 聖な中城を持たず一体の亜な中城を持つ点で多種と判別できる。生中の飛行範囲は100メートル程度と比較的狭く、活動範囲は人家周辺に限られ、家屋図体に飛び回り、屋内に侵入して住民から吸血する。日中から夕方にかけて刺すことが多く、薄暗い倉庫や机の下など24時間活動できる。気温27摂氏30度。 湿度70から90%本種に公的であり、吸血も気温が摂取21度以上になる昼間に行われる。1回に50から120個の卵を吸血してから5から7日後に産み、卵は3日で孵化する。卵は乾燥に耐える力があり、乾燥して半年後でも再び水に触れれば孵化が可能である。幼虫は人家周辺の桶、水槽、バケツから、 き缶、竹の切り株、小体ヤまで、あらゆる小さな水たまりで生育できるため、生活環境に多く発生する。幼虫発育は、摂氏27度で1週間、摂氏22度では2ヶ月くらいかかる。さなぎは2から4日で浮かし成虫となる。全世界の熱帯、亜熱帯地域に分布し、黄熱、デング熱などのウイルス性の感染症を媒介する、かとして恐れられている。 日本では、琉球諸島と小笠原諸島から記録されている。天草諸島で1944年に異常発生し、1952年までに駆除された。1970年以降は、天草での採取例はなく、以後は国内での定着は確認されていない。沖縄でも20世紀諸島に確認されたが、いつの間にか姿を消し、一筋島かに接見されている。 2002年、日本生態学会により、日本の侵略的外来種ワースト100に選定された。国外から侵入定着する危険が指摘されている。ありがとうございます。